これちょっと次行きましょうか。次のあのワクチンの打ち手の話の話もしちゃいましょうか。それでこれあの1日100万回っていう話になって、うん、で、まあ、これ一応あの計算をしますとね、この集団接種での想定される体制って一応厚生労働省が出してるやつがあって、でお医者さん2人と看護師さん5名、うん、でこれであの大規模接種会場で、まあ、2列できるんですから、ね、うん、2列できて、であの最初にあの問診をやって、であの注射を打って、うん、であのいざ何か起きた時のための、うん、人が1人ついてますみたいな感じの状態 でこれで1日280回できますということなんですけど、でこれで1日100万回やろうとすると、まあ、これ単純計算するとお医者さんが7000名、うん、で看護師さんが1万8000名ぐらいですか、うん、ぐらいの体制を組めば、まあ、これやれますということ でまあ大体の多くのところはできるのかもしれません、うん、まあ、あのまだ体制足りないって言ってるところがあるから、それがそのさっきの看護師の派遣の仕組みをさらに活用したりとか、まあ、必要があれば、うん、あの歯科医師さんとか薬剤師さんとか獣医師さんとかもさらに広げられるのかもしれないけれども、っていうようなところまでこう体制を組んでいけば、まあ、これでなんとかやれるんじゃないのかということでしょう。あのなんか拠点は多分1万箇所あるから、うん、あれなんで100回やると大体いっちゃうんだよね、うん、だからそれで、ね、いろんな計算は確かされてるはずなんだけどね、うん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 、だからまあそこそこなんだけど、まあ、あと実際これをどんだけ用意するかっていうところになって、うん、まあ、私のところだと半分ぐらいがこの集団のなんか大規模接種で、うん、あと半分ぐらい町医者なんだよね、うん、町医者のところはだからこれは用意しなくていいっていうのが、うん、あの私の自治体の、まあ、やり方だね、うん、でも町医者を活用するためにはさ、小分けしてさ、あのファイザーのやつだからさ、うん、でも小分けしとなんかね5、6時間は大丈夫みたいらしいね、うん、朝ね、だからどっかに取りに行って、うん、それでボーってあのそこの配送なんかも全部やってくれるらしいんだけどね、うん、だから自治体があのなんか集中して 5、6箇所のでっかいところから小分けしてやるらしいんだよね、うんうん、それで150箇所って言うんだからね、うん、まあすごい小分け業者がたくさんあの動くんだろうけどね、うんうんうん、でもまあ1日1回150箇所だから、まあ宅急便と比べたら大した話じゃないんだよね、うん、なんかみんなねちっちゃいパックでね冷凍パックみたいになんかやってくれるみたいよ、うん、いろいろ自治体で工夫してるでしょみんな、まあ、そうですよね、うん、まあ、それであとはだからその打ち手のところ でこれは高橋さん前から言ってますけど、あの歯医者さんのところは4月の26日に通知が出ましたと、うん、そうそう、これ解説してよ。なんかさ、私もさこれ聞いた時にさ、なんかすげえ通達でこんなの一緒に1回もやることないだろう、役人でね、うん、これはまあやらねえだろうなというふうなレベルの話、これで もっと役人だと分かるじゃない、感覚が、うん、これないよなと、うんうん、これ次出せます、次出せる、ね、通達という形で出てるんだよね、これなんか4月26日かな、うん、4月26日ないこの事務連絡ってやつですね、こんなすげえ話がさ、事務連絡なんだけどさ、役人でこれ書くの嫌だよねという、そうこれ思ったよ、思うよ、これ前のところにね、あの基本違法ですってまず書いてあるわけですよ、そうだよ、ね、違法だけどやりますでしょ、これないよな、で違法なんだけれども、まあ、あのこの状態でね、そのワクチン接種がなかなかできないというところもあることを考えると、公衆衛生上の観点からやむを得ないものとして医師法第17条との関係では違法性が阻却されうるものと考えられるっていうね、まあ、すごいすごい、ね、こんな法律解釈をね完全に課長がやっちゃいけないってレベルなんだけどさ、うん、役人的にはね、うん、こういうふうな法律の解釈は裁判所で裁判かなんかで、うん、やれって言うて書いちゃったね、うん、まあこれあの平時にねこんな話が出てたらね、もう大批判をしますよ、バカって言うとおしまいで、むちゃくちゃですよこの、ね、うん、これだからこれは全く有事で、うん、もうどうしようもないから超法規的措置と私はテレビで解説してしまいましたよ、うんうんうん、間違いじゃないでしょ、いや超法規的、超法規的措置としか言いようがないよなこれ、うん、普通この通達書いたやつはもう一生覚えてるよね、うん、これ書かないよ普通は、うん、って感じだった。まあこれすごいですよね。それでこの違法性が阻却されうるなんていうね、このむちゃくちゃなことを言ってる。役人が言ってんだよ。うん、これとんでもないよこれ、うん、本当言うと。まあでもこういう時はまあある意味で批判もできるけれど、まあしょうがないし、私なんかどちらかというとまあもう切羽詰まってからやったのかなと思ったよ。そう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 。いやだからもう平時にこれやったらとんでもないことだけど、まあこういう緊急時にねこの対応したっていうのはまあすごいことです。しょうがないと思ったよな。うん、
だからこれはまあ課長の判断ではなくて、その政治の決断でね、うん、政治決断でしっかりやった。テレビでも、ね、私ね、うん、これはね政治決断ですって言っちゃった、うん、だってもうこんなのやはりはないもん、政治決断でしか説明できないもん、うんうん、でもこういうのってさ、なんてもうちょっと報道してもいいと思わない？いやこれはね、だって珍しいじゃない、うん、そういやだからこれはなんで報じないんですかね、これ不思議なんですね。私も分かんなかったな、うん、だからこういうふうにやってるんですってみんなが結構驚いてて、本当ですかって言う、いや紙が出てるから本当だよと言ってしまったんだけど、うん、もうだから取り消せないし、こんなもん、うん、もう政治決断としか説明ができないと、うん、まあすごいですよね。まあだからこれね、あの歯医者さんについてやってますけど、まあ、これこれあと必要あればね、その獣医師さんとか薬剤師さんとかもやれるわけです、ね、だって条件があったら筋肉注射の経験か研修っていうのと、うん、あとこれが歯医者さんが打たなかったらできないっていうと、うん、そういう条件でしょ、うん、そんなの他でも全部適用できちゃうじゃん、うん、何でもはっきり言うとここまで言っちゃうんだったら、うんそう、うん、もうこんなもんはもうどこでも OK になっちゃうじゃない、うん、あの大体 ね、 あのあね、多少経験とかある経験っていうか近い人だったらみんな OK になっちゃうじゃない、うん、まあこれあのその今後広げていく可能性があるかどうか、まあ、あの高齢者のところまだその先がありますから、そうそう、その先に向けてということで、一応その他の国の例をこれ次のところで、うん、あのしておきますと、このイギリスの場合だとこれもう去年の秋から準備をしていて、うん、10月にあの医療資格のない人でも注射ボランティアになりますという仕組みを作って、これはあのオンラインの講義とそれから実技研修を1日受けて、で試験に合格するとできますと、まあ、なんかあの犯罪歴がないとかね、そういうのをチェックするみたいですね。でそれからそのアメリカの場合はこれも従来から薬剤師さんができて、これはあのインフルエンザのワクチン接種なんかも、あのもうドラッグストアでやってきたっていうのはまあ昔からあるんですよね。でさらにその今回のに対応して医師免許が失効しちゃった人もできるようにしますとか、医学生、もできますとかね、獣医師さんもできる。あの筋肉注射ってはっきり簡単だもん、あの血管注射じゃないから、うん、そう、あの血管の刺して取るやつは大変だもんね。血管難しいよ、うん、あれ探さなきゃいけないし、うま、ん、い、うん、下手もあるし、うん、筋肉注射でブスって刺せばいいんだけど、うん、あ皮下脂肪一番簡単なんだけど、うんうん、筋肉注射も簡単だよ、うん、まあ、あの分かんないけども、このイギリス人や、ね、アメリカ人と比べて日本人が特にその手先が不器用だとかね、そういうことでなければ、まあ、多分これと同じぐらいのことは本当はやってもいいんでしょうと、これなんじゃないの、国会で質問受けて同じロジックであの広げる検討って言われたら否定しづらいんじゃないの、うん、政府としては、うん、いやこれはよくてこれはダメだっていうのはロジックとして結構難しいと思うんだけど、うん、あの、うん、要するに歯科医師と何が違うのって説明した時に、同じ要件で本当にこの人がいなかったら受けて打てない時には仕方ない、あともう一つあれだったな、なんか打たれる人の同意が必要だった、確かに、そうですね、うんうん、だから同意とあのいなかったらダメっていうのと経験と研修って、その3つぐらいの要件だったけど、うんうんうん、それ要件だと歯医者さんに限定するっていう理由はなかなか難しいよね、うん、役人的にどう、ちょっと難しいんじゃないの、うん、そのダメっていうことで、だからこの普通だったらもういろんなあの幅広く検討をしますってやるって言わないで、うん、あのいざという時にはそういうことも頭に、ね、あの描きながらという対応と、そんな感じになっちゃう、ね、まだその例えばその薬剤師さんだとその歯医者さんとの違いは筋肉注射 の、 その訓練を受けてるかとかね、そこの違いはあるんだけど、うん、まあ、そこは研修をもうちょっと手厚くするとかね、うん、そういう問題ですよね。私のそばなんか耳鼻科医でも人会なんて注射の見たことないんだけど、うんうん、そこもやるって言ってるのが、うん、みんな結構やるんだよな、まあ、そうだと思いますよ、ね、あの血管注射は難しいって言ったけど筋肉注射だからやっちゃうんだよね、うん、いやだからそれはもうあの昔医師免許は取ったけども何十年か注射やってませんでしたの人よりはね、あのずっと上手な人いると思いますよ、ちょっとした訓練を受ければっていう、まあそんなことですかね、これはね、うん、まあ、これはあれだよね、なるべく広くして、うん、あのたくさんいればいるほど よくて、可能性があるとあれでね、医師会とか看護師協会なんかも協力しちゃうからね、うんうんうん、まあ、これはまた引き続きそういうのでこうやっていけるといいんじゃないかなと思います、うん。